やめておきます。ロイド、ロイドさん。やれやれ。 ロイドってば。ほら起きて、もうミーティングの時間よ。あ、おはようエリー。どうしてここに？おはようロイド。あなたが起きてこないから様子を見に来たの。どうせ夕べはいろいろ考えてて寝つけなかったんでしょ？ お見通しか。エリーは平気そうだな。この程度でへこたれてたらキリがないもの。それに私はどこか気づいていたのかもしれない。クロスベルで開かれている秘密の社交界というものが後ろ暗いものであるかの性を。でも多分自分をごまかして気づかないふりをしていたのかも。これ以上後ろめたい思いや悔しい思いをしたくないために。エリー、 だから今は悔しさや後ろめたさを素直に受け止める事にしたわ。課長の言葉じゃないけど、それが私のバネになると思うから。そっか。よし。エリーがそこまで気持ちを切り替えてるんだったら、俺もうじうじしてられないな。すぐに着替えるから、一回で待っててくれよ。うん、わかった。朝食の準備もしてあるから、食べながらミーティングしましょう。 ああ、サンキュー。エリー、前に話した時よりも迷いがなくなったみたいだ。うん。俺も負けてられないな。記念祭も4日目。今日も忙しくなりそうだ。 さてと、4日目の業務を始めよう。新しい要請が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね。今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。まあ、そのあたりは正直全部は面倒を見きれねえけどな。俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。 那，そうだな。
Thank you.
Thank you.
の始めましょう行くぞセカはいタワーここだキャー気持ち込むぞさてかさあ先を急ぎましょうよし、やってみろ。俺の番。
私の番です。そこです。ありがとうございます。
私の番です。